ポンちゃん、ポンちゃんは何を訴えていますか？じゃんくん、はい、うわー、いっぱい毛が舞う。じゃんくん、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 はい、ジャン君、お顔もいっぱいしたんだよね。お顔気持ちよさそうだったよ。あ、落とした。ジャン君、尻尾で机の上のものを落としました。はい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 、ジャン君、いいね、ジャン君。うまうまう、すごいね。まうからこっちにつかないよ。そんなにまう？そうでもなかったけど、それで抜けたやつが今待ってんじゃないの？取ったけど、どう？はい、はい、ゆっくりやるからかな、私。うん、で、掃除機かけないと。うちには猫アレルギーの人がいるんですよ、うん、ちゃんくん。ホースで吐いたけどね、多分ここにね、そうなんです、ここにめり込んで、そう、まだね、コロコロはかけてないし、ちょっと黒ずんでるから多分ポンちゃんだね、うん、コロコロするとあっという間にね、コロコロがね、うん、なんかやってもやってもつくの。その前にこれはあらあら、すごいね、あらあら、すごいすごいすごいね。あ、ジャン君の方が結構いいね、うん、ジャン君の方が抜けるっぽいな。ジャン君よりさ、ポンちゃんの方はなんかあの、うん、やるとすごい抜けるじゃん、ブラシはね、うん、まあ、あんまジャン君は毎日何回もやってるからと思う、うん、なんか毛の質がやっぱり違うから。ポンちゃんちょっとふわふわなんだよね、うん、アンダーコートがね、うん、はい、すごいね、だろ、ジャン君。
かな？ジャンコン的にどうかな？あ、ちょっと低いとしないと見えないかな。広くしといた方がいいのかな。ちょっともう一回。はい、お風呂上がってきましたよ。あ、二人でいるけど映ってないね。映ったかな。はい、ポンちゃん呼んでくれてありがとう。よいしょ。本当はママを呼んでたりするかな。二人でいなかったからね。さあ、風呂上がりです。気持ちがいいです。はい、ポンちゃん、お待たせしましたね。ジャン君もね、二人していないなんてって言ってた。まあ絶対帰ってくるんだけどね。うん、ポンちゃん、ポンちゃんは何を訴えていますか？ポンちゃんおいで。ポンちゃん、ほら、このジャン君のここにおいで。落ち着いた。ジャン君もここへ来れば。あれ、ジャン君入る。えらいね。あれ素通り。乗るかと思ったよ。言葉が通じたかと思ったよ。で、ポンちゃんは安心してそこで寝るのね。おやすみ。